何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。こんにちはモブオさん。やっほー。フラグちゃんに師匠こんにちはって、俺まだ何もしてないけどもうフラグ立ってるの？いえ、今日は恋愛フラグさんに連れてこられただけですが、これから立てるんだよ。えいっ。え、何このルーレット？神様が作った24時間ルーレットってアプリだよ。神様がですか？ルーレットを回した男女はルーレットに従って24時間生活しないといけないの。何その王様ゲームみたいなの。絶対嫌です。神様からテスターを頼まれてね。二人なら協力してくれると思って。勝手に決めないでください。そうだよ、俺明日友達と遊ぶんだけど。頼りになる二人にしか頼めないんだって。それに達成できたら山盛り剣奪や世界の美女と会えるご褒美がもらえるよ。そんなので私は、やるぞフラグちゃん。完走しようね。美女に釣られるなんて単純すぎますよ。よし決まりだね。あ、でも本当に嫌な時は画面のギブアップボタンを押してくれたらリタイアできるから。じゃねー。ねえアイフラグさん、行っちゃいましたね。ベジョンベジョン。お坊さんは完全にやる気になっちゃってます。でもいざとなればリタイアできるみたいですし、正直言って剣奪は私も食べたいです。とりあえずできるところまでやってみますか。ベジョン。ご飯。お、ご飯に泊まったよ。うわ、この中からまたルーレットで決まるみたい。彼氏彼女ってのが気になりますけど、そういう設定になってるみたいなのであまり深くは突っ込まないようにします。よし回すぞ。彼女の手作りは嫌だ、彼女の手作りは嫌だ、彼女の手作りは嫌だ。オーマイガー。私がお料理するってことですね。信じたくないけど素晴らしいよ。では腕によりをかけて作りますね。できました。フラグちゃん、これは何？オムレツです。なかなかうまくできたと思います。オムレツどう見てもダークマターだけどね。さあ食べてください。ルーレットの指示ですからね。ママよ。はあ、無謀さんどうしたんでしょう。ハグ。胃薬のおかげでなんとか復活したよ。次のルーレットに行こうか。ハグ、いくらなんでも無理です。何手広げて近づいてきてるんですか。やめてください。でもやらないと山盛り剣奪もらえないよ。いいの？それはそうだ、いいこと思いつきました。え、これなら OK です。よし、これで OK ですね。息ができない。フラグちゃん助けて。お風呂。意外になんとかなりそうです。この感じで行きましょう。俺はさっきから死にかけてるけど。次のルーレットは、おお、お風呂。一緒に入るなんて無理です。どうにもなりません。今回ばかりは中止。風呂。スマキにされたから汗ダラッダラなんだもん。早く風呂に入ってさっぱり生まれ変わりたいんだ。ほーら、フラグちゃんも脱いでちゃっちゃと入るよ。ねえ、何言ってるんですか。セクハラですよ。大丈夫だって、フラグちゃんの子供みたいな体見ても何とも思わないから。最低です。もきゅん。またまたひらめきました。
ちいいですね。モモさんは気絶してますけど、これなら一応一緒に入ったことになりますよね。我ながらいい案でした。さーて、そろそろ上がりますかね。ここは風呂場？え、いつの間に風呂場に？もしかして俺、瞬間移動能力に目覚めちゃった？やったー！これで女の子の風呂場にいつでも侵入できるぞ！イエーイ！おめでたい勘違いをするモボであった。マッサージ！ふぅ、さっぱりした。何そのフリフリなのは？パジャマですよ。着るものがなくて恋愛フラグさんにお借りしたんです。そんなことよりルーレットを回しましょう。マッサージ？よし、俺からしてあげる。はい。どうしましょう。ドキドキしちゃいます。え？お客さん、凝ってますね。あの、これは…美容院でしてもらえるマッサージって気持ちいいよね。真似してみちゃった。なるほど。ん？顔真っ赤だけどどうしたの？なんでもないです。なんだか頭がすっきりしました。ご満足いただけたようで何より。では次は私の番ですね。このあたりでしょうか。あん、そこは…その声気持ち悪いのでやめてください。そんなこと言われてもくすぐったくて勝手に出ちゃうんだよ。もうマッサージは終わりです。キス。その後も二人は順調にルーレットの指示をこなし、時間的にこれが最後のルーレットだね。リタイアせずに終われそうです。栄光は我々のもとに。はあ、最後は何ですかね。ここまで頑張ってきたんだよ。ご褒美は目の前なんだ。フラグちゃんもアイス食べたいよね。ねえ。こんな真剣な表情のモボウさん初めてです。行くよフラグちゃん。はい。おめでとう。は？24時間ルーレット生活達成だよ。恋愛フラグさん、まさか成功するなんてね。でも最後のキスはできてませんでしたよ。つむじが唇に当たってたからキスってカウントされたみたい。というわけでご褒美のパッケンダッツとモボウくんは世界の美女とご対面だよ。シャワティ、俺とはちょっと美の価値観が違う。なんも。え、今なんて言ったの？もしかしてイケメンって言った？しーちゃん、24時間モボウ君と生活してどうだった？結構際どい指示もあったみたいだけど。モボウさんとは何もないです。そっかそっか。タンカバンラウレイマイ。何言ってるか全然わからん。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待って。